2年目となった渋野日向子杯ソフトボール大会。オフシーズンに入っている女子ゴルフ界、3月の来季ツアー開幕までゴルフロスを過ごしているファン向けに、選手たちの近況をオフシーズンチェックと題して紹介する。今季毎女子ツアーに参戦した渋野日向子、サントリーは24日、自身が主催する渋野日向子杯、第2回岡山県小学生ソフトボール大会、岡山、倉敷マスカットスタジアムに登場。自身のインスタグラムで大会の様子を報告したが、その中でまさかの謝罪をしている。とびきりの笑顔で楽しんだ。昨年に続いて開催された、日向子オンカップ2023。渋野日向子は自身のインスタグラムにいろいろな方に地元岡山でソフトボール、ゴルフ、スナックゴルフの良さを知って楽しんでいただきたいという私の勝手な願いにもかかわらず、今回もたくさんの方にご協力いただきました、本当に本当にありがとうございましたと周囲への感謝を綴った。特別ゲストとして東京五輪ソフトボール金メダリストの原田のどか、2008年北京東京五輪で2度金メダル獲得し、2022年限りで現役引退した山田恵里さんを招き、始球式で真剣勝負をしたことも報告。二人と解説席で笑顔のサンショットや、小学生時代所属していたスポーツ少年団 OB の備前焼作家の方が作った備前焼でのメダルの写真なども公開した。途中でいっぱい書いてしまいましたが、と記したほど、大会への思いとソフトボール愛を綴った渋野日向子、来年、再来年と続けていけるよう私も頑張ります、と意気込みも記したが、直後に添えられたハッシュタグは、シャープ日本語編だったらごめんなさい、シャープマスカットスタジアムに感動です、シャープ本当にありがとうございました、となぜか謝罪と感謝を交えて締めていた。私の勝手な願いにもかかわらず、渋野日向子が自身の名を冠したソフトボール大会開催に感謝のメッセージ。来年、再来年と続けていけるよう私も頑張ります。女子プロゴルファーの渋野日向子がインスタグラムを更新、自身が主催するソフトボール大会が行われたことを明かしました。12月24日までの2日間にわたって地元、岡山県の倉敷マスカットスタジアムを舞台に行われた、2023年渋野日向子杯第2回岡山県小学生ソフトボール大会。自身も小学2年生からゴルフと同時にソフトボールを始め、SNS や YouTube では華麗なバッティングやピッチングを披露する姿がたびたび伝えられていました。大会から一夜明けた25日に更新した投稿で渋野日向子は、今年も岡山県小学生ソフトボール大会を開催することができました、と報告し、いろいろな方に地元岡山でソフトボール、ゴルフ、スナックゴルフの良さを知って楽しんでいただきたいという私の勝手な願いにもかかわらず、今回もたくさんの方にご協力いただきました、本当に本当にありがとうございました、と感謝のメッセージをアップ。また、当日は特別ゲストとして東京五輪ソフトボール金メダリストの山田恵里さん、原田のどかさんも参加したことを明かし、始球式という名の真剣勝負までさせていただき、そして貴重なお話までも聞かせてくださって、本当にありがとうございました、と綴った渋野日向子は、カメラに向かって満面の笑みを浮かべるサンショットなど、豪華な面々が集結した大会の模様を6枚の写真で公開しています。続けて、選手の皆さん、来てくださった皆さん、たくさんの素晴らしい笑顔を見せていただき本当にありがとうございました、と改めて感謝を伝えた渋野日向子は、来年、再来年と続けていけるよう私も頑張ります、と意気込みをコメント。最後に、ソフトボール大好き、と綴り、ハッシュタグで、マスカットスタジアムに感動です、本当にありがとうございました、などと添えて締めくくられたこの投稿には、吉田優利、西村優菜、馬場咲良ツアーを共に戦った多くのプロゴルファーから、いいね、が寄せられ、オフシーズンを過ごす渋野日向子の貴重な姿に大きな注目が集まっています。